今夜はですね、夏祭りの会ということで、まあこういったご時世でなんか夏祭り気分を味わえないということだと思うんで、できるだけスタジオで少しでも夏祭り気分を味わっていただけたらと思います。ということで今日はみんな浴衣で来てくれました。というのもですね、こちらも実はですね、あのユーザーの方からのリクエストでございました。今日のコーナー企画でもありますウェルカムトゥ七夕、みんなの願いを叶えたいにゃということで、ユーザーの皆さんから募集してたんですね、願いを、言ったリクエストした方がこちら、メンバーの浴衣姿見たいです、ハマッチョさん、三重県の男性の方でございます。ありがとうございました。はい、それでは最初のコーナーに行ってで見ましょう。まず最初のコーナーこちら、千本くじスムージー。こちらはですね、よく縁日で見かける千本くじの中にですね、スムージーに入れる食材がつながっております。で今から1人1回ずつ紐を引いてスムージーに入れる食材を5個決めてもらうということですね。それをみんなで最後で飲もうという感じでございます。ということで、それでは坂本ちゃん、はい、暗幕をオープンしてください。暗幕、はい、何があるの？デラ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 、すごい、すごい、なんだこれ、待って、やばいよ、やばい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 、ちょっと待って、確率やばくない？無理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 、やばい、あら、天然じゃん、これしかも、ちょっと待って、待って、もったいないよ、普通にお腹壊させようとしてません？ちょっとやばいです、怖い怖い怖い、なんかここにめっちゃ、じゃあ誰からいきますか？いや、誰か、これ、大事よ、だって結構かかってる。じゃあ私行ってみようかな。お、じゃあなっちゃん、いいですか？どれに繋がってるか見ただけじゃわかんないからね。ちょっと大事だよ。でも本当に全員飲むからね。ね、バナナ。ナチュスイカ好きだから。ナチュスイカ好き。スイカ取ってほしい。パイナップルもいいな。スイカとパイナップルはありだよね。果物は絶対ありだよね。あ、ちょっと因縁のパイナップル取ってもらって。パイナップル欲しい。お願い。一気に。もうじゃあこれ。もう一回、はい、それですね。それでは引いてください。どうぞ。せー。お願い。せーの。え、どういうことだろう。どうやって引くんだろう。あ、ごめん。頑張って。え、どう？どれが動いてる？めっちゃ重い、めっちゃ重い。重いの？重い。重いの。タイじゃない？タイ。何？聞いて。スイカ。聞いて。スイカ。あ、スイカだね。やった。さすがだ。さすがだ。さすがすぎる。ナナ選手か。すごい。ナイス。方も一本背負いみたいな引き方してたね。素晴らしかった。重くてびっくりした。続いて誰が引きますかい。はい、もう行きましょう。坂本ちゃん行こう。じゃあ本当にお願いします。好きだからって納豆引かないで。大事よ大事よ大事よ。好きだからって納豆引かないで。オッケーオッケー、これにします。はい、はい、それでは引いてください。どうぞ。お、何あれ、何卵、卵だ、卵、何した、壁、何した、ゆで卵、卵、最悪なんだけど。卵。卵。何卵かによる。待って待って。やだよ、生じゃなかったらスクランブルエッグ。ステッカー割ってみてもらって。え、生は何ですか？生？ゆで。ゆで。あれだ、筋肉とかにいいんじゃない？ちょっと待って、反省してもらっていい？筋肉とかちょっと反省してほしい。でも卵好きっしょ？そうだよね。しかもなんかちょっとリアクション取りにくい具合の。そうそうそう。仕方ない。サイズ的にちょっと卵は。次誰行きますか？はい、じゃあミルテコちゃん。そのまま行きます。ここ大事だよ、ミルテコちゃん。やだよ。これ。お。いいよ。それでは引っ張ってください。どうぞ。怖いよ怖いよ。何？軽い。あ？チョコレート？なんか薄いものだよ。薄いよ。何ですか？何ですかそれ？ちょっといらない。チョコいらん。スイカと卵とチョコいらない。チョコレートか。待って、いらんそれ。でもスイカバーみたいな。スイカバーってさ、スイカバー？スイカバーだよ。はい、ということで3品目チョコ。え、なんか意外といける気がしてきた。いや、いいよ、スイカとチョコは絶対合うと思う。はい、じゃあ続いてが小玉ちゃん行こう。お願いします。何がいい？私は運がいいから何でもいけるよ。確かに。頑張れ。ヨーグルトがいいな。ヨーグルトいいね。缶もフルーツしかないかな。まだとんでもねえやばくはなってないと思うな。え、あとバナナもあり。ありありあり。あの、これ。はい、それでは小玉ちゃん引いてください。どうぞ。せーの。ゆう。わあ、ありがとう。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 来た来た来た。ありがとう。バナナ好きだもんね。え、いいじゃん。バナナ。イエーイ。
2匹でございます。かたまちゃんさすが。これでルカちゃんで決まるね。本当にルカちゃんで決まるねこれ。ルカちゃんがやってくれるでしょう。フルーツでも今日はついてないです。そうそう、やめて。いやでも揚げて落とすよりいいよ。逆転したいでしょ。期待しないで。オッケー、期待なんてしないよ。期待なんてしない。そしたらあのレモンあげる。分かった。オッケーオッケー。唐揚げ唐揚げ。フルーツ、はい、それではルカちゃん選んでください。本当にお願いします。魚だけはやめて。魚だけはやめて。来てほしい。お酒も意外とフルーツ多いんだよね割合的には。一番長いやつにしよう。うわ、そういうスタッフのねあれに乗っかるということですね。それを言われたの。ごめんごめん。いや嘘嘘。決めてルカちゃん、ごめん。決めて。じゃあ、はい、長いのすでに出してる。長いのしよう。いきます、うん、これだよね。もう決めるね。もう取ったやつ多分これ。はい、はい、それでは引っ張ってください。どうぞ。せーの。おー、何何やりよったな。ワイルドなやつ。やりよった。ねえベロベロなるってねえ、ね、はい、成形したからしてさ。これは別の意味のやつ来たね。おいおい、誰も飲んだことない。おいおいおい、誰も飲んだことない。でもほら、みずみずしさがねえ、やだよ。やだよ。これはなかなかマジで。みんな絶対見てなかったやつ。はい、じゃあ5品が決まりました。じゃあそれをじゃあミックスしちゃってください。いきます。え、うわー、ダメだ、だ初めて見た。え、全部入れるんだっけ。入れる、全部入れようか。脳が多分多いかな。飲み切るやつなのかと思った。でもだいぶ薄まると思うから。そっか、うん。まあ飲みたくない。おい、うわー、みなくない。チョコ、チョコ危ない。これはなかなかだね。え、待って、やばい、色やばい。これ卵がなかなか、これ芸人の罰ゲームでもなかなか出てこないこれ。これちょっと見た目ちょっとやばいかもしれない。これもう、あー、なかなかだね。さあ、じゃあまあうまいこと振り分けてください。コップも用意しております。え、これすみません、1個コップもう1個だけもらって。もう1個もらって、はい、すみません、もう1個だけお願いします。あ、タピオカミルクティーだと思うという七瀬さん、ありがとう。七瀬さんがアイテムでタピオカミルクティーだと思うということを表現されてます、うん、そうですね、曲も流れてるし。はいね、気をつけてっていうアイテム来ました。あ、優しい。あ、いいねいいね、それぐらいじゃない。これちゃんと飲み切りましょう。飲み切りましょう。飲み切りましょうね。コップに入ってる分はちゃんと飲み切るっていう。多分日本酒はだいぶ薄まってるとは思うけど。やい、いや、おいおい誰。おいおい、ちょっと、ちょっとミリやりすぎだよこれは。ちょっと入れすぎだって。もう誰が飲むのこれ。本当に誰が飲むんだよ。もうトミー、トミーこっち来んなよ。トミートミーこっち来んなよ。トミーさんは言ってません。トミーさん、トミー大丈夫です。トミーさんいます。トミー現場から離れんじゃねえぞ。トミー、トミーこちらです。現場から離れたら怒るぞ。トミーが大丈夫です、いますからこっちに。神戸さん離れないでよ。神戸さん、神戸さん離れないで。神戸さんいなかったら誰がスイッチングすんの。神戸さんいます。そうでしょう。小田島名前やもう俺のだけおかしいじゃん量が。え、ちょっと、え、待って、匂い意外といける。え、嘘でしょ。乾杯する。どうなんだろう。オラキオさんも乾杯しましょう。そうですね、俺だけ乾杯8回分ぐらいあんだって。え、ないです、ないです、ないです。同じ量ですよ。おかしい、誰が継いだの。え、え、小田島です。小田島、小田島、小田島、この野郎本当に。じゃあ誰、乾杯の挨拶をお願いします。ミリテコちゃん。え、じゃあいろんなものを混ぜた鬼殺しに乾杯。乾杯。やばい、怖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 い。待って待って、ちょっと待って。もういってる、もういってる、もういってる。行こうか、行こう、行きます。せーの。やばい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 。何これ何これ。
めっちゃダメな、なんか豆乳の味しない。ちょっと待って、俺これどう待ってればいいの。ちょ、俺もみんなの倍飲んでんだけど、なんかお酒めっちゃいるね。やばい、喉がさ、後味全部鬼殺し。あ、これお酒で食べになってんのかな、みんな。え、めっちゃまずい。お酒、うわ、これタイ入ってたらやばかったね。でも、卵の味しない。しないね、卵は。そう、卵は全然大丈夫。だからチョコとスイカの味を別のものだと。そうだね、感じて、うん、やばで、最後お酒来ちゃう。お酒やばいね、うん、でもなんかバナナで助かった感ある。バナナありがたい、ね、分かる、バナナありがたい、マジで。ありがとう、バナナ。待って、頭痛い。やばい、これやばい。大丈夫、みんな。やばいですよ、本当 本当に。どうだった。あ、お口直し言っちゃってる。お酒がちょっときつかったのかな。じゃあお酒だ。お酒臭。お酒の匂いがする。酒臭い。後半はちょっとみんな酒臭い感じで送りする。もう、ね、もう誰よ、うん、酒出したの誰や、はい、みんなが選んだやつですよ。すいませんでした。すいません、はい、本当にすいませんでした。残念でした。すいません。ということで、素晴らしい夏の思い出ができましたね。以上、スパスタ縁日で楽しもうでございました。すごい、ありがとうございました。ということで、次回は8月10日でございます。ということで、以上、第15回ワッサのスーパースターロードオブスタートでございました。